はい、こんにちは。カズボーです。ドラゴンボールフュージョンズ、続きをやっていきたいと思います。前回までランク8ね、主人公のフュージョンをやってました。なので今回はね、ランク S やりたいと思うんですけど、まあ、ランク A でね、今図鑑見ますと、まあ、アラレちゃんとフュージョンしてる状態ですね。これランク A ですね。前回の最後です。なので、まあ、今回はね、ランク S、こういうキャラですね。まあ、悟空とかね、人間キャラはそんな変わんないと思うんですけど、まあね、ちょっとね、だんだん面白くなってくるのでね。はい、一人目。主人公ですね。で、二人目が、スーパーサイヤ人3、孫悟空、青年、いきたいと思います。でね、条件もだんだん難しくなってくるので、まあね、G ランクになるみたいなのでね、S ランクとフュージョンで G ランクになります。でね、カズボーが、まあ、カズボー主人公ですね。レベル60を超えている。そして、カズボーが、スーパーサイヤ人、孫悟空、青年とエクスフュージョンしたことがある。なので、この一歩手前のね、スーパーサイヤ人状態の、悟空とね、フュージョンしたことがあるのが条件です。あと、称号、百戦錬磨を持っている、ね。この称号を持ってないと、フュージョンできません。なんで、やってみたいと思います。ランク G になりますね。はい。前回のトランクスとあんま変わんない感じですね。ただ、能力はね、G ランクなのでね。カメハメハとか、龍拳とかね。あんま使ってないんでね。あんま覚えてないですけど、こんなのを使います。はい、次行きたいと思います。スーパーサイヤ人4、孫悟空ですね、二人目はね。なので、今セットしてるんでね、セットって書いてますけど、フュージョンできるんでね。G ランク。スーパーサイヤ人4は初ですね。条件が、60超えているで、スーパーサイヤ人3、孫悟空青年とエクスフュージョンしたことがある。なのでね、こっち、今やったので、フュージョンしてない状態だと、このね、称号、2番目に星のマークがついてない感じですね。なのでもうできる感じです。あと称号、伝説のチャンピオンを持っているとね、そこまでやらないとフュージョンできません。やってみたいと思います。おー、4かな？なのでね、まあ、超カメハメハとか限界突破、10倍カメハメハとかね、ヘルスマッシュとか使える感じです。はい、次のフュージョンです。スーパーサイヤ人、孫悟空青年。これはね、また違ったスーパーサイヤ人、孫悟空ですね。まあ、現在って言えばいいのかな。現在なのですけど、まあ、G になりますね。同じ感じでね、A ランクの孫悟空もいるので、S ランク、孫悟空青年とエクスフュージョンしたことがあると。あと、称号、元気玉を持っている。ここもまた違ってくると思います。S ランクの悟空、フュージョンです。前のね、パートで見た悟空とあんま変わんないですけど、能力はね、全然違います。G ランクなのでね。はい。限界突破、カメハメハとかね、元気玉、吸収とかも覚えられます。あと、アングリーラス、SP とかもね、ありますね。はい、次です。スーパーサイヤ人3、孫悟空、青年ですね。先ほどのスーパーサイヤ人3、孫悟空、青年と、まあ、どこが違うのかって言いますと、まあ、ステータスも若干違うし、来てる道着ですね。亀仙流の道着か、まあ、現在の悟空かね。まあ、その違いだと思います。なのでね、若干違う感じで、で、スーパーサイヤ人、孫悟空青年とフュージョンしたことがある。なので、こっちとフュージョンしたことがあるとね。そして、称号、ドラゴンボール博士を持っている。なので、こっちは GT の悟空なのかな ?GT の悟空がスーパーサイヤ人4になった感じで、こっちは GT じゃないのか。GT じゃないのが、まあ、スーパーサイヤ人3になった感じなのかな。ドラゴンボール博士というのはね、クイズとかだったと思いますね。はい、あんまね、変わんないんですけどね。スーパーサイヤ人3の技が使えますね。はい、限界突破カメハメ、あとやはり神竜拳とかも使えます。はい、次はベジータ、スーパーサイヤ人3バージョン。これはオリジナルみたいですけどね。一応胸に、ウィスさんのね、マークがついてますよね。なのでね、オリジナルでも、まあ、今のベジータなのかなーって感じはしますけどね。はい。スーパーサイヤ人、ベジータとエクスフュージョンしたことがある。なので、S ランクじゃない方のね、A ランクかなのベジータですね。あと、称号、百戦錬磨を持っている。これでフュージョンできます。
はい。まあ、着てる服がね、白くなった感じかな。まあ、悟空とは違ってね、ガーリック砲、モンスタースロー、ファイナルフラッシュ、ゴッドなんかも使えますね。はい。そして、スーパーサイジン4、ベジータ、フュージョンします。フュージョンするんですけどね、称号がね、称号というか条件が、スーパーサイジン3、ベジータと X フュージョンしたことがある、先ほどのですね。で、称号、伝説のチャンピオンを持てる。まあ、さっきのね、修行一覧に出てきた伝説のチャンピオン。まあ、あんなね、感じ条件で手に入るので、まあ、それを持ってないとできませんね。まあね、やっていただきたいと思います。はい。あんまり悟空と変わんないかな。まあ、使える技がね、またベジータなのでね。はい。では、続いて、ミスターサタン。ですね、実はね、ここの間に、こうね、称号、ドラゴンボールマスターを持っているというね、称号が必要でして、クイズでね、16種類のクイズをね、まあ、16日かかりますけど、全問正解をね、16回やらないと手に入らない称号ですね。まあ、これをね、取ってなかったおかげでね、こことここの間、実は、まあ、1日2日空いてるんですね。なのでね、やってみたいと思います。ドラゴンボールの歴史、ピッコロ大魔王を見ているとかね、こういう条件も必要らしいですね。なので、サタンやってみましょう。フュージョン。おお。はい、何気にね、サタンが S ランクですね。フリーザとね、まあ、ゴールデンフリーザとかも S ランクみたいですけどね、条件見てみましょう。フリーザ。フリーザは、これもね、ドラゴンボールマスターを持ってないとダメですね。あと、ドラゴンボールの歴史、フリーザを見てる。要するにね、クイズをね、やんないとダメってことですね。おー、なんか前、近いのありましたけど、ちょっと違うのかな？まあ、フリーザの技が使える感じですね。はい。フルパワーデスボール。範囲アップとかね、超高速第一列弾とかね、そんなの使います。あ、そして、まあ、今更なんですけど、ここでね、習得諦めますか？はいってやっても解除すると、また出てきますんで、その時にね、ちゃんと覚えないといけない。あ、要はね、簡単に言いますと、この後にちょっと面倒なんですけど、まあ、ゴールデンフリーザとフュージョンすると、やると解除しますかってこう出てくるので、ね、解除するってやると先ほど覚えなかったのもちゃんと出てきます。だけどここでちゃんと覚えさせないと消えちゃうので、まあ、ここだけ気をつければいいかなと思います。まあ、面倒なんですけどね、ちゃんと3つ覚えないとこの技そのものが消えてしまいますので、ここ注意した方がいいですね。はい。じゃあ次、ゴールデンフリーザ行きたいと思います。これはですね、あ、特にね、フリーザとフュージョンするってことはしなくていいみたいですね。条件として。ドラゴンボールの歴史、復活の F を見ている。この復活の F は、7層のね、第7層の G の裂け目を開くと、フリーザが出てきまして、ゴールデンフリーザ戦えるイベントがありますので、それをね、クリアしないとダメですね。おお、金色になりましたね。ゴールデンフリーザ。ゴールデンカズボーイになりました。はい、じゃあ次は、セル行きたいと思います。セルもね、条件が3つありますね。レベル60を超えている。称号、ドラゴンボールマスターを持っている。ドラゴンボールの歴史、セルを見ているとね。この条件3つ満たさないと、フュージョンができません。はい。セルジュニアの時と、あ、似てますね。頭がね、セルジュニアの時青だったんですよね。セルジュニアが青だったんでね。でも能力はこっちの方が高いんじゃないですかね。はい。そして S ランク自体そんなにいないので、あと2体ですね。魔人ブー、純粋。これはね、単体で S なんで強いですよね。まあ G になります。称号、回復のマスターを持っている。
というのが必要ですね。これでフュージョンできます。おお、魔人カズボウ。銀河絶滅攻撃とかね、そんなん使います。超再生とかも使いますね。はい、そして最後ですね、スーパーサイヤ人3ブロリー。これもオリジナルですね。はい、こうとね、カズボウがスーパーサイヤ人ブロリーとエクシュージョンしたことがある、ね。要はね、カロリーを作る素材のブロリーですね。なんかね、似たような、ね、スーパーサイジン3をフュージョンすると、まあ似たような感じになるんですけど、なんかね、輝き方がやっぱちょっと違うんですよね。微妙にね。あと服もね、やっぱりブロリー混ざってますよね。はい、ヘルスマッシュ、ハイパーブラスターメテオ、ギガンティックミーティアなんかが使えます。なのでね、カロリーに近い感じですね。はい、ということでね、後ろから見たらこんな感じでね、まあ、スーパーサイジンブロリー。3ブロリーとね、フュージョンした感じになりました。ということでね、まあ一応ね、修行一覧で回復マスター。回復マスターはね、どれでしょうね。これですね、バトル中に体力を回復する。まあ10万ポイント合計回復すればね、回復のマスターが取れると。これでね、先ほどの魔人ブー純粋とか取れますね。あといろいろありますね、サポートマスター。だいたいプラスプラスって書いてるのありますね。ノックアウトマスターとかね。伝説のチャンピオン百戦錬磨とかね、結構ね、元気玉とかね、こんなのありましたよね。なので、まあ、そういう条件、結構ね、難しい条件を満たさないと S のフュージョンはできない感じです。なのでね、 G になるとね、またもっと難しいのになってくると思いますので、まあ、次回またね、 G ランクやってみたいと思います。そしてね、 G ランクとあと G ランクのオリジナルのキャラ、あれもまあ何体かいますので、あれも条件難しかったので、まあね、あれはメインよりちょっと難しいんじゃないかなーって思うぐらい難しいので、まあそれもね、電気次第出せれば出そうかなと思います。なのでね、まあ出せるところから出していきたいと思いますので、まあ、次回 G ランクやってみたいと思います。で、ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。